か全くない。前回と変わったところっていうのは、まあ、ボディがこう細くなったんですけど、それに従って肺の位置と、ウエイトなんかを見直しました。で、より動かしやすくはなってます。で、まあ、進歩、ハングリー、まあ、落ちていたら王道的なペンシル、ボニータのとのアクションの違いなんかも見てもらおうかな。まず神父、神父は梅って感じかな。梅っていう感じで、これもなんか面白い。トップオッタープラッカーっていうような感じ。注目すべき点は、あの映像で分かるかどうか分からんけど、これはちょっとぬめっていう感じですね。引き波が全然多分違う。その辺が多分そこです。次はハングリー、似たような感じなんやけど、こいつの場合は神父とほとんど似てるんだけど、口に段差があるから、ここから変な水よりが出る。そこがポイントです。それを見といてください。よくしてる。神父との大きな違いは、ほとんどアクションには似てるんだけど、ここからこう強くしゃぐると結構スプラッシュが出てる。これがこうペンシルポッパー的な要素も出てたりするんです。これも面白いわけですね。じゃあ次、ボニータ。これは私ブランドの中でもスケーティングっていうよりも、こうピク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 、だからどっちかというと小場所向き。だ関東の人たちなんかはこう、あの水路なんかをチュンチュン向いていくようなスタイルにはもうめちゃ向いてると思います。でも、なおかつ、結構スケーティングなんですよね。これが、あの、密かにエロやと思うんですよね。基本はあのウォーキングっていうのかな、ほんまにピコ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 っていう感じなんだけど、そこにこうちょっとこうスイッっていうような感じの、あのテクニック入れてると割とスケーティングでしょ。こんなボディでスケーティングするのすごい。ピコピコね。でスライドっぽいのいくよ。スライドポイント、これがピコみたいな感じです。で、最後に来るのが、まあ、今回の乗り付着ないですね。こいつのアクションがやっぱり全然多分違う。こう、なんやろ、水を切ってる感じがするんで、ボワンっていうよりもスッって切るような感じ。これが最大の特徴です。頭から出る引き波を見てもらうと、この尖った頭でガラス水を切ってるね。ほんで平を出る。こいつがものすごくいい。アクションの差し方はもうほとんど変わらないです。普通のペンシルと一緒で、神父とか、ハングリーとかに比べて、もうハングリー、神父ハングリーはこう、うめっていうような感じをしたら、こういったもっとこう、スイッスイッと切れ込むようになる。で、平打ちながら言うので、ちょっと違います、アクション。これがね、今回のメキシコではよく聞きました。
平らなボディっていうのがやっぱり異形のこのボディで平を打つっていうのがやっぱりこうどうも効く。それがボディなのかその動きアクション、まあ結局ボディがこういう感じやから引き波がそういう風に出るんやけど、まだちょっと普通のというか、まあシンプルうちで言うシンプルハンゴリーキニたちとは違った感じのアクション、それが今年のメキシコではもう大爆発でした。で今はこれ A モード使ってますけども、アルデンテでもメキシコ行った場合はアルデンテに30本ですし、60ジャックでもまあまあ、選ばない、割と30ポンドにするとちょっと動かしにくくなるけども、さほど気にならない。はい、まあ、基本は20ポンドラインでこうやってテストしてるんで、大体うちはナイロンのラインでテストしてるから、それを使ってもらったのが一番、分かりやすいな。でも割と動かしやすい部分。簡単にとは言わないけど、まあまあ簡単に動かせると思います。今回はちょっと前回山口に行った時、明石ブランドの大ファンである先生がちょっと山口で授業してきたシーンとかがあるので、その先生の感想も聞きつつ映像を見てもらって、あとはまあメキシコで釣れたシーンなど、迫力のシーンが見れると思う。その辺も見てみてください。明石さん、ジャックナイフですけど、前のジャックナイフに比べてスライド刺した後、細かい動きを、大きいスライド刺した後、こういう細かい激しくパニックアクションさせて、その後の立ち上がりっていうのがすごく良くなったんですけど、立ち上がりこう戻りっていうの、ね、このジャバほら出た、今出ましたね、きてるです。出たでしょ、下からぬめっと食い切らなかったけど、見えました？見えてない。でこれはおっしゃ、あー行くわ、重いわ、でかいわ。おるね、おるね、でかかったね。おっしゃおっしゃ、なぎってるから風裏で気持ちいい、ペンシルドカーンと出たら気持ちいい。おし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 、ドラグが効いてる。おし、さっきからのこうパターンでいくと、ちょっと収まった時に出てるだけ。おっしゃおっしゃ、また来たぞ、これも爆調やで。おお、いい、連発連発。